金星上のアルテミスコロナのレーダー画像、アルテミスコロナは、金星の南位35度、統計135度にあるアフロディーテ大陸で見つかったコロナ地形である。アルテミスコロナは狩猟の女神アルテミスにちなんで名付けられていて、金星では最大のコロナで直径は 2600km である。それは主にほぼ円形のアルテミス国に囲まれていて、 主に圧縮期限であると信じられている古城の特徴の円形ベルトである。アルテミスは地域規模で活動しているプレートテクトニクスの場所であると解釈されているため、近世では珍しい特徴の地形である。周囲の平原の上にそびえる地高と圧縮庫がある。全体としてアルテミスは他のコロナのように上昇していない。アルテミス内の地域は実際には 周囲の平原から約4キロメートル下にある。アルテミス内の最高点と最低点の差は 7.5km 位である。アルテミスの中央リフト地域はオフセットされた拡散ゾーンとして解釈されており、中央リフトゾーンを総裁する横ずれ断層の明らかな兆候が見られる。逆光性沈み込みはアルテミスカズマの円固体で発生すると解釈されている。ありがとうございます。